よさの秋子役源氏物語藤馬鎌紫の藤馬鎌おばみよという二人泣きたき心地を覚えて秋子内師の神になって御所へお勤めするようにと 源氏はもとよりジップの内大臣の方からも進めてくることで玉数は反問をしていたそれがいいことなのであろうか養父のはずである源氏さえも絶対の信頼はできぬ男性の公職癖をややもすれば見せて自分に望むのであるからお仕えする君との間にこちらは自動的にもせよ常人関係ができた時は 中宮も女吾も不快に思われるに違いない。そして自分は両家のどちらにも薄弱な根底しかない娘である。中宮や女吾における講演は期して得られるものでない上に自分の幸運げな外見を羨んで何か悪口をする機会がないかと伺っている人を多く持っていてはその時の苦しさが想像されると。 若いと言ってももう少女でない玉かずらは思って苦しんでいるのであるそうかといって今のままで境遇を変えずにいることは嫌なことではないが源氏の恋から離れて世間の憶測したことが真実でなかったと人に知らせる機会というものの得られないのは苦しいジップも源氏の感情をはばかって 親として乗り出して世話をしてくれるようなことはないと見なければならない曖昧な立場にいて自身は苦労をし人からは嫉妬されなければならない自分であるらしいと玉カズラは嘆かれるのであった「ジップに引き合わせてからはもう源氏は道徳的にはばからねばならぬことから解放されたように戯れかかることの多くなったことも玉カズラを憂鬱にした」。 自分の心持ちをにわしてだけでも言うことのできる母というものを玉かずらは持っていなかった東の夫人にせよ南の夫人にせよ娘らしくまた母らしくはして交わってくれるがどうしてそんな貴婦人に内密の相談などが持ちかけられようと思うと誰よりも哀れなのは自分の身の上であるような気がして。 夕方の空の身にしむ色を縁に近い座敷から眺めて物思いをしているのであったがその様子は極めて美しかった薄鈍色の喪服を玉かずらは祖母の宮のために着ていたそのために顔が一層華やかに引き立って見えるのを女房たちは楽しんで眺めているところへ玄の宰相の中将が これも鈍色の今少し濃いめな脳死を着て冠を蒔絵にしているのが平成よりも縁に思われる姿で訪ねてきた最初の頃から好意を表してくれる人であったから玉飾の方でも親しく取り扱った習慣から今になっても兄弟ではないというような態度を取ることはよろしくないと思ってミスに記帳を添えただけの隔てで 話は取り継ぎなしでしでた。「今日は源氏のようで来たのである」「宮中からあった仰せを源氏は子息によって伝えさせたのである」「応用ではあるが要領を得た返事をする様子に中将は貴女と話し合う快感が覚えられた」「野脇の朝に覗いた顔の美しさの忘れられないのを その人は姉ではないかと恋しくなる心を責めていた中将であったがそうした騒りののぞかれた今は恋人としてこの人を中将は考えていた「内の神の職をお務めさせになるだけで帝はご満足を遊ばすまいこの世で第一の美貌をお持ちになる帝との間に恋愛関係は必ずできてくることであろうと思うと」と 中将は胸を何かで押さえつけられる気もするのであったが自生していた人に聞かせぬようにと父が申されましたことを申し上げようと思いますがよろしいのでしょうかと意味ありげに言っているのを聞いて女房たちは少し離れた場所を探して貴重の後ろの方などへ皆行ってしまった中将は源氏の言ったのでもない言葉を 誠らしくいろいろと伝えていた。帝が内師の神にお召しになる御真意は別にあるらしいからきれいに身を守ろうとすれば始終その心得がなくてはならないというような話である。返事のできることでもなくて玉かずらがただ吐息をついているのが美しく感じられた時に中将の心には抑えきれないものが湧き上がってきた。 私たちの喪服はこの月で脱ぐはずですが暦で調べますと月末はいい日でありませんから伸びることになりますね。13日に鴨の瓦へ女服のみそぎにあなたがおいでになるように父は決めていられるようです。私ももごご一一緒緒ににに参ろううとと思っていますででは目立つことになるでしょう誰にも 「あまり知られないようにしていく方がいいかと思います」と玉一良は言っていた「内大臣の娘として大宮の喪に服したことなどは世間へ知らせぬようにせねばならぬと考えるところにこの人の聡明と源氏への思いやりが現れていた」「隠したくお思いになることが私には恨めしい気もいたしますよ」 悲しい祖母の形見のような喪服ですから、私は脱いでしまうのも惜しく思われるのです。それにしましても、やはりあなたと私は一人の方を祖母に持っているのですから、不思議な気がいたしますね。喪服をお召しになることがありませんでしたら、真実のことを私は知らずじまいになったのかもしれません。私などにはましてよくわかりませんが、 とにかく喪服を着ております気持ちは身にしむものですねこういう玉かずらの平成よりもしんみりとした調子が中将にうれしかったこの時にと思ったのか手に持っていた藤ばかまのきれいな花をミスの下から中へ入れて「この花も今の私たちにふさわしい花ですから」と言って玉かずらが受け取るまで離さずにいたので やむを得ず手を出して取ろうとする袖を中将は引いた「同じ野の露にやつるる藤馬か、ま、哀れは駆けよかごとばかりも道の果てなるこんなことが言いかけられたのであった玉かずらにとっては思いがけぬことに当惑を感じながらも気づかないふうをして少しずつ身を後ろへ引いていった」。 るに春けき延べの露ならば薄紫やかごとならましいとこということは事実だからいいでしょうそのほかのことは何もというと中将は少し笑ってその事実のほかに考えてくださらなければならないこともお分かりになるはずですがね常識ではもったいないことだと思っているのですが この感情は抑えられるものでないのですからお察しください。こんなことを告白しては、かえってお憎みを受けることになろうと思って、今までは黙っていたのですが、ただ、哀れだと思っていただくだけのことで満足したい心にもなっているのです。当の中将の近頃の様子をご存知ですかあの頃は明らかに第三者だと思っていた私が、 こんなに恋の苦しみを味わうようになるなどということは冷淡にした時の報いです今ではあの人が冷静になってしかもつながる絵にしのあることに満足しているのですから羨ましくてなりません可哀想だとだけでも私をお心に留めておいてくださいまだいろいろに言ったのであるが中将のために筆者は遠慮しておく 玉かずらに気味悪く思うふうの見えるのを知って私を信じてくださらないのですねバカな真似などをする人間でないことはお分かりになっているはずですがこう中条は言ったこの機会にもう少し告げたい感情もあるのであったが少し気分が悪くなってきましたからと言って玉かずらが向こうへ入ってしまったのを見て深く中条は探足しながら去った。 余計な告白をしたと中将は後悔をしたのであったがこの人以上に身にしんで恋しく思われた紫の女王とせめてこれほどの接触が許されてほのかな声でも聞きうる機会をどんな時に捉えることができるであろうとその困難さを思って心を苦しめながら中将は南の町へ来た源氏はすぐ出てきたので中将は聞いてきた返事をした。 御所へ上がるのをやっとしぶしぶ承諾した形なのだから困る兵部卿の宮などが求婚者で深刻な情熱の盛られたお手紙が送られていてその方へ心が惹かれるのではなかろうかと思うと気の毒な気にもなるしかし大原野の御ゆきの時にお上を拝見してお美しいと思った様子だったのだからね若い女は一目でもお顔を拝見すれば 宮遣いのできる者は皆出ないではいられまいと思って最初に私の計らったことなのだが」などと源氏は言う「それにしましてもあの方はどんなふうになられるのが一番適したことでしょう」「御所には中宮が特殊な尊貴な存在でいらっしゃいますしまた古貴殿の女御という長期もおありになるのですからどんなにお気に入りましてもそのお二方並みにはなれないことでしょう」 兵部卿の宮は熱烈にご結婚を望んでおいでになるのですから表面は高級の人ではありませんでも内の神などにお出しになることによってこれまでの親密なご向上が損なわれはしないかと私は思いますが中将は老衰な口調で意見を述べた難しいことだね私だけの意思でどう決めることもできない人のことではないか それなのに、右大将なども私を恨みの的にしているそうだ。一人の求婚者に同情して与えてしまえば、他の人は皆失恋することになるのだから、羽化と縁談が決められないのだよ。あの人を産んだ母親が哀れな遺言をしておいたのでね。郊外であの人が心細く暮らしているということを聞いて、内大臣もことを認めようとするふうは見えないと悲観しているようだったから。 最初私ののここととしして引き取ることにしたのだよ私が大事があるのでやっとおとども価値を認めてきたのだ源氏はまことらしくこう言っていた人物は宮の夫人であることに最も適していると思う近代的で縁な容姿を持っていてしかも聡明で過失などはしそうでない女性だから いい宮の夫人だと思う。そしてまた内の神の適任者でもあるのだよ「美貌で貴女らしい貴女で職責も十分に果たしうるような人物」というお神のご注文通りなのはあの人だと思うとも言った中将は源氏自身の胸中の肘も探りたくなった。 今日までジップに隠してお手元に大きになったことでいろいろな忖度を世間はしております内大臣もそんな意味を含んだことを右大将からあちらへの申し込みに答えて言ったそうですと中将が言うと源氏は笑いながらそれは思いやりのありすぎる迷惑な話だね宮遣えだってなんだって内大臣の意思を尊重して私はできる世話だけをする気なのだがね 女の三重の道は親に従うのがまず第一なのだからねその美風を破るようなことはとんでもないことだ」と言ったこちらには以前から立派な婦人方がおいでになって新しくその数へおいでになることができないため世間体だけを官職にお付けになることにして やはりいつまでも愛人で大きになることのできるようなお計らいは賢明な処置だと言っておとどが喜ばれたということを確かな人から私は聞きました中将が真っ正面からこういうのを聞いて源氏は内大臣としてはそうも想像するであろうと気の毒に思った曲がった解釈をされているものだねそれが賢明な人の観察というものかもしれない もうすぐに事実が万事を明らかにするだろうしかしどうなるにしてもあまりにひどい想像だと源氏は笑っていた鮮やかな弁解をしたつもりであろうがまだ疑いは十分に残してよいことであると中将は思っていた源氏も心の中でこう人の噂する筋書き通りの誤った道は踏むまいと自ら戒めた この綺麗な気持ちを音戸にも徹底的に知らせたいと源氏は思ったが。玉葛を感触につけておいて、常人関係を永久に失うまいとすることなど。どうして音戸に観測されたのであろうと、薄気味悪くさえなった。玉葛は除服したが、翌月の長月は。女の宮中へ入ることに、忌む月でもあったから。 神奈月になってから出資することに源氏が決めたのをお聞きになって帝は待ち遠しくおぼしめした求婚者は皆内の神に決定したことを聞いて残念がったそれまでに縁組を決めて御所へ入るのを阻止したいと皆焦って仲介者になっている女房たちを責めるのであるが 内の神の出資を阻止するようなことは吉野の滝を塞ぎ止めるよりもなお不可能だことであるとそれらの女たちは言っていた。源の中将はしないで良い告白をしたことで感情を害しなかったかと不安でこの苦しみを紛らわすために一生懸命に内の神の出資についてのようなどに奔走して好意を見せることに努めていた。 もうあれ以来軽率に感情を告げたりすることもなく慎んでいるのである兄弟である内大臣の子息たちはまだ遠慮が多くて出入りを要しないのである御所で内の神の講演をするためにはもっと親しくなっておかないでは都合が悪いのにとその人たちは不安に思っていた当の中将は恋の厄子になって いくつとなく手紙を送ってきたようなこともなくなったのを正直だと言って女房たちはおかしがっていたのであるが父のおとどの使いになって訪ねてきたまだ公然に親であり娘であるという行き来ははばかってそっと手紙を送ってそっと返事を玉かずらが出すほどにしかしていないのであったからこうした月明かりの晩に隠れて当の中将も訪ねてきたのである。 以前は誰からも訪問者として取り扱おうとされなかった中将が今夜は南の縁側に座を設けて生ぜられた玉かずらは自身で出て話をすることはまだ恥ずかしくてできずに返事だけは「最初の君」を取り次ぎにしてした「私が使いに選ばれてきましたのは お取り継ぎなしにお話を申すようにという父の考えだったかと思いますがこんな風な盗道しいお扱いではそれを申し上げられない気がいたします私はつまらぬものですがあなたとは話しようもなくつながった絵にしのありますことで自信に似たものができておりますと言って中将はもう一段親しくしたい様子を見せた ごごももっともでございます長い間失礼しておりましたお詫びも直接申し上げたいのでございますが体が何ということなしに悪うございまして起き上がりますのも大義でできませんものですからこうさせていただいているのでございますただいまのようなお恨みを承りますのはかえって他人らしいことだと存じます」。真面目な挨拶を玉かずらはした ご気分が悪くてお休みになっていらっしゃるところの貴重の前へ通していただけませんかしかしよろしゅうございます。強いていろんなお願いをするのも失礼ですから。と言って当の中将はおとどの言葉を静かに伝えるのであった身の取りなしも様子も現の中将に匹敵するもので感じのいい人である御所へおいでになることでは 詳しいお知らせもまだ頂い,いていませんがあなたからその際にはこうしてほしい何が入りようであるとかいうことを言ってくださったらその通りにしたいと思っています世間の目に立つことが遠慮されて訪ねていくことをできず思うことも直接お話しできないのを遺憾に思っていますというのが父の音どから玉かずらへ伝えさせた言葉であった 私が過去に申し上げたことについては、それほど訂正しないでもいいと思います。どちらにもせよ、愛していただけばいいのです。そう思いますとまた恨めしい気にもなります。今夜のご待遇などからそう思うのです。北側のお部屋へお入れになって、いい女房方は失礼だと思いになるでしょうが、下使い級の方とでも話していくようなことがしたいのです。 兄弟をこんなふうにお扱いになるようなことはこれも不思議なことと言わなければなりませんよ。非難するふうに言っているのもおかしくて最小の君に玉かずらは言わせた「人聞きが遠慮いたされましてあまりにわかな変わり方は見せられないように思うものですからお話申し上げたい長い年月のことも聞いていただけませんことで」。 私もお言葉のように残念でならないのでございます」ときまじめな挨拶をされ当の中条は決まりが悪くなってこの上のことは言わないことにした「芋瀬山深き道をば尋ねずておだえの橋に踏みまどいける」「そうでしたよ」と心底から感じているふうで中条は言った。 窓行ける道をば知らず芋瀬山たどたどしくぞ誰も踏み見しと申されます」と女主人の歌を伝えてからまた宰相は言う「どのことをお言いになりますことかそのころはお分かりにならなかったようでございますただあまり恩おとなしくてご遠慮ばかり遊ばすものですから どなた様へもお返事をお出しになることがなかったのでございます。これからは決してそうでもございませんでしょう。もっともなことでもあったから、ではまあよろしいことにしまして、ここで長居をしていましてもつまりません。誠意を認めていただくことに骨を折りましょう。これからは毎日清金することにして。と言って中将は帰っていくのであった。 木が明るく中天に登っていて、縁な深夜に上品な風彩の若い天井との歩いていくことは華やかな見ものであった。玄の中情ほどには美しくないが、これはこれでまたよく思われるのは、どうしてこうまで誰も優れた人揃いなのであろうと、若い女房たちは例のようにより誇張した言葉で褒め立てていた。 大将はこの中将のいる右近衛の方の長官であったから始終この人を呼んで玉飾らとの縁組について熟談していた右大臣へも希望を取り継いでもらっていたのである人物も立派であったし将来のおとどとして活躍する素地のある人であったから娘のために悪い配偶者ではないとおとどは認めていたが 源氏が内氏の神をばどうしようとするかには抗議の持ち出しようもなくまたそうすることには深い理由もあることであろうと思っていたから全て源氏に一任していると返事をさせていたこの大将は東宮の母君である女子とは兄弟であった源氏と内大臣に続いての大きい勢力があった年は32である。 夫人は紫の女王の姉君であった式部教の宮の長女である年が3つか4つ上であることは大して並外れな夫婦ではないがどうした理由でかその夫人をおばあさまと呼んで大将は愛していなかったどうかして別れたい別に結婚がしたいと願っていたそうした夫人の関係があるために は大将の家庭のためにもそう思ったことであり玉かずらのためにも煩雑な関係を避けさせたかったのである大将は公職な人ではないが夢中になって玉かずらを得ようとしていた内大臣も断然不賛成だというのでもないという情報を大将は得ていた。 玉かずら自身は宮遣いに気が進んでいないということもまた身辺にいる者から詳しく伝えられて大将は聞いていたではただ源氏の音戸だけが家庭の人になるのに反対していられるのだというわけではないかジップがいいと思われること通りになすったらいいじゃないかと大将は仲介者の女房の弁を責めていた長月になった 初飾が庭を炎白くした縁な朝にまた例のように女房たちが処方から依頼された手紙を恥じるようにしながら玉かずらの居間へ持ってきたのを自分で読むことはせずに女房が開けて読むのをだけ姫君は聞いていた「右大将のは恋する人の頼みにします葉月もどうやら過ぎてしまいそうな空を眺めて私は反問しております」。 数ならば糸井も狭し長月に命をかくるほどぞはかなき神奈月に玉かずらが御所へ出ることを知っている書き方である兵部卿の宮は不幸な運命を持つ無力な私は今さら何を申し上げることもないのですが朝日さす光を見ても玉ざさの 葉分けの霜は桁ずもあらなん私の恋する心を認めていてくださいましたらせめてそれだけを慰めにしたいと思っています」というのである手紙のつけられてあったのは縮んだようになった下折れ笹に霜の積もったのであって来た使いの形もこの笹にふさわしい姿であった。 部の,の宮の左表への神は南の夫人の弟である六条院へは始終来ている人であったから玉かずらの宮中入りのこともよく知っていて相当に反問をしているのが文意に現れていた忘れなんと思うもものの悲しきをいかさまにしていかさまにせん。 選んだ髪の色書きよう焚き締めた薫光の匂いもそれぞれ特色があって美しい感じはっきりとした感じ奥ゆかしい感じをそれらの手紙から受け取ることができた玉かずらが御所へ出るようになればこうしたことがなくなることを言って女房たちは惜しがっていた宮へのご返事だけをどういう気持ちになっていたのか 短くはあったが玉一は書いた「心持て日陰に向かう葵谷朝起く梅雨を己やはけつほのかな字で書かれたこの歌に同情を持つ心の言ってあるのをご覧になって一つの歌ではあるが宮は非常にうれしくお思いになった。 こんな風に恨めしがる手紙はまだ他からも多く来た。求婚者を多数に持つ女の中の模範的な女だと、源氏と内大臣は玉かずらを言っていたそうである。